こんにちは。アリーナオクリングチャンネルのアリーナです。本日は、志村けんちゃんと加藤茶さん、男性、悲壮かながの趣味という動画を一緒に見てみたいと思います。面白いかどうか、早速に確認しましょう。動画を見る前に、いつも私の動画をご覧いただき、パトリオンしてくれて、YouTube スポンサーや遊びセンスをしてくれる人、本当にありがとうございます。では、早速ですが、見に行きましょう。ちょっとちょっと、お父さん。こんな昼間かダメだよ。言ってんの違うわよ。なんだよ。相談があるの。家計が苦しいのか。そんなんじゃないってば。なんだ、子供欲しいのか。違います。これアダルトビデオ。これ俺んじゃねえぞ、お前。本当俺んじゃねえよ。そんなお父さんがこんなの持ってるわけないじゃないですか。どうしたんだこれ。今朝茶太郎の部屋を掃除してたら、うん、見つけちゃったんですよ。茶太郎の部屋から。アダルトビデオ。もうやろ、しょうがねえやろだな、お前。茶太郎は受験で今が一番大事な時でしょ。ああ、お父さん茶太郎に意見してやってくださいよ。ちょっと言ってくれ。ちょっとやばいですよ、それは。茶太郎は大変そうです。茶太郎、何やってんだお前。あんまりやりすぎたバカなんだお前は。あ、これなんだこれは。あ、これあの、これは勉強もしないでこの思い出てないお前は。お前は今大事な時だろ。来年大学受験で。あ、どうもすみませんね。すみませんじゃねえよ。これから見たら勉強したら勉強お前は。あ、これ見たのか。これ見たのかな。いや、まだ父ちゃんこの一回見てねんだよ。見たかったんだよね。これよ、ちょっとお前は。父さんはな、中学校しか出てねえから、お前だけはせめて大学行こうと思って一生懸命やってる。それはお姉さんのためにそれを言ってるんですね。ごめんなさい、父さん。これで見せてくんねえよ、これ。茶の間でよ。茶の間で12時に待ち合わせで、あの母ちゃん寝かしたからすぐ俺。待ち合わせも予約するんですね。くれろ、くれろ、くれなさい。泣けてる雰囲気ですね。はい、お願いします。はい、この辺りはもう二度といたしません。あー、予約中日です。ちょっと怖いです。ちょっと怖いです。え、寝るぞ。もう寝るの？あんた今日早くない？なんでよ、たまにいいんだよ。だってまだ9時ですよ、時計が。何、早く寝るよ、もう疲れてんだからよ。お前も疲れてんだから寝ろ、な、寝ろ。さあ寝よう。それは姉さんじゃなくてお母さんかな。ちょっと迷いました。私。おいおい、もう、あ、こっちでもう寝ました。起きてるわよ。寝るよ、寝るよ。寝れませんよ、お父さん。いいから寝る、無理してよ。思いっきり寝ろな。何やってんだよ。本読んでんの。寝ろよお前。早く寝てください。元気だよ、寝れねえよ、寝れないよ。私は約束があるのに。眠れない、眠れない。分かった分かった、ちょっと待ってろ、ちょっと待ってろ。こうやっていいかな。ちょっと飲めば眠くなるからな。お父さん、私飲めないんですよ。大丈夫だよ、少しぐらい飲めるよ、大丈夫だよ。私はしてどうするんですか、お父さん。どう思って、夫婦じゃん。おっと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 、口で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 。おっと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 、お父さん勢いがいいんだから。お前飲まないとノイプリがいいね、お前。あ、仕事の後はこれね。仕事の後何の仕事したんだよ、お前。仕事の後で何をしますか。飲むね、お前。飲みすぎますよ、それは。もうダメか。あ、眠くなった。全然。お父さん。あ、何。おやすみなさい。おやすみ。危ねえ、危ねえ。だがもう、せえな、父ちゃんよ。何やってんだよ、もう。遅いよ、母ちゃん。だから寝ねえんだよ。早く母ちゃんだった。早く見ようよ、早く見ようよ。
おお、若すぎて、それは志村けんさんの子供だと思いました。あれ、若いの悪かい、まとも、あ、早くお母さんが来るようにビンコ、メンキャ、すぐ寝るから。そう、どうしても分かんねえとかあるから。ちょっと頑張るのよ。大丈夫、父ちゃんに教えてもらってから、うん、父ちゃんがよく教えてもらおうね。危なかったね、危なかったね、危なかったよ。大丈夫、大丈夫。マジ出たよ。えこれぼかしやな、目を細めた、目を細めた。みんなろ、お母ちゃん、もうお母ちゃんが来る、来る。何してんの？どうでも分かんないってこと。でも音聞こえました、聞こえるはずです。夜食食べる？夜食いられるな、大丈夫、大丈夫。まだ先寝てろ、いいから寝ろ、すぐ終わるから。ちょっと頑張るのよ。頑張る、おやすみ。サンタス5はいつなんだろう。12。ああ違う、18だろお前。思ったより、予想以上なのに、ね、いやーだけど、あ、ちょっと怪しすぎですよこれ。それはきっと勉強になりませんわ。なんか家族が入ったらそれは勉強かとも言い訳できません。二人とも、お父さん眠いよ、お父さん放置はないよ、どうかはいいよ、俺どうするか、一人で思うとしか言わない。何も言えない、これは次は小さい、何も言えません、どうしよう、どうしよう。あー、それは反応できるかどうか私わからない、正直。わかります。でも楽しい、楽しいけど、あー、それは恥ずかしい、一応恥ずかしい。結局そうなんなんだ、嫌だな、志村けんさんと加藤さんがこれは嫌だ。いや、かわいそう、かわいそうな、お母さんが。あー、私、皆さんどうですか、いかがですか。この番組は普通にテレビを発想できたのでしょうか。前に見たことがありますか。ぜひ自分の意見とか自分の思いを書いてください。その他にも志村けんさんとその楽しい動画があればぜひ好きな動画も書いてください。あと一緒に確認しましょう。私いつも応援いただき本当にありがとうございます。この動画がよろしければぜひ LIKE ボタンもチャンネル登録もよろしくお願いします。で、次の動画でお会いしましょう。で、くれぐれもご自愛のほどお祈りいたします。バイバーイ。